このタイトルは、オーディオブック用に、AI 生成された合成音声で朗読されています。本書は、心理学者、アルフレッド・アドラーが唱えたいくつかの理論に基づき、現在の子育てに、不安や悩みを抱える人へ、叱らない子育てという育児方法を提供するものである。アドラーの名前は、心理学を学んだ人以外は、馴染みのないものかもしれない。しかし、アドラーは、心理学の巨塔、フロイト・ユングと共に、三大巨頭として、その名を連ねている、心理学界に、 非常に大きな影響を及ぼした人物なのだ。アドラーは自身の心理学を実践心理学として実践しなければ意味のないものだと考えていた。その有効範囲は決して大人対大人の人間関係だけに留まるものではない。本書の目的はこのアドラー心理学を紐解き、その根源にある人間関係から親子関係のあるべき姿、すなわち叱らずに子供と向き合う子育ての具体的な方法を 読者の皆様に紹介していくことである。悩みなくして、叱らずして子育てをしている人は、本当に少なく、私自身も二児の母として、感情的に叱りつけ、後悔のあまり落ち込んだことも、多々ある。しかし、アドラー心理学を実践してからは、私も子供も笑顔で過ごせる時間が、本当に長くなったと感じている。読者の皆様も、本書を読むことで、感情のままに叱りつけた後の、あの後悔を体験することなく、親も、 そして、結果的に子供も楽になる。親子関係が良好になる一歩を踏み出せるだろう。ぜひ一度だけでなく、子育てに迷い。悩んだ時には、本書の存在を思い出して、読み返してほしい。一人の悩みはすべて、人間関係によるものである。今この本を読んでいるあなたには、きっと苦労して育てている子供がいることだろう。あなたはワーキングママかもしれないし。 家事に専念する、専業主婦かもしれない。もしかしたら、働き盛りであまり早く帰宅できないパパかもしれない。もしあなたが社会人なら、きっと勤務先での悩みがあるだろう。同僚や先輩、上司、取引先など、様々な人と関わっているかもしれない。もし、あなたが専業主婦なら、きっと家庭を取り巻く、様々な人と接するだろう。義理の両親や、兄弟、そして、ママ友や、近所に住むおせっかいなおばさん。 人間は、ある特殊な環境を除いて、一人きりで生活することはできない。どんなに引きこもり的な性格の人間であっても、様々な形で人間関係を築いている。実は、この人間関係こそが、すべての悩みの根源であると、アドラーは指摘している。先ほど述べた同僚、先輩、上司、義理の両親、兄弟、ママ友との関係を思い出してほしい。そこに全くストレスを感じていない人は、どれほどいるだろうか。 例えば、各家族で、専業主婦が子育てをしていて、夫の帰宅が遅い時、何も知らない人は、子供と二人なら楽だよねと言うかもしれない。しかし、党の本人は、そうは思えないものだ。なぜなら、目の前の子供とも、立派な人間関係が成立しているからだ。最近の心理学では、親子関係は、親から一方的に影響を与えるものでも、子供のみに要因があるわけでもなく、親と子供との相互作用から成り立つとされている。ストレスを抱えた親の苛立ちを、 子供が感じ取り、子供はなおさら激しく泣いたりする。激しい泣きに対して、親のストレスはさらに高まって、感情のままに叱りつけてしまうというように、親と子が互いに影響を与え合う関係にあるということだ。しかも、もしこの親子が、アパートやマンションといった集合住宅で暮らしていれば、子供が夜泣きをした時に、迷惑になっていないか、虐待をしていると思われるんじゃないかなど、目に見えない近隣の住民にすら、ストレスを感じてしまう。子供と二人なら楽だよねではなく、 子供と二人だから大変なのに、それがなかなか周囲には理解してもらえないものだ。に子育てに悩んでいるのは、ライフスタイルが歪んでいるから、子育てにおいて共感してもらうことは、とても重要ではあるが。 それ以前に、アドラーは他者を変えるよりも自分が変わることが大切であることを述べている。アドラー以降にも、このような意見は数多く出ているが、自分を変えるなんてそんなに簡単なことではない。もしもあなたが本当に子育てに悩んでいるなら、そこにはアドラーがライフスタイルと呼んだ3つの要素が影響しているのかもしれない。 ライフスタイルはアドラー心理学以外の心理学では性格などような意味を含んでいる。ライフスタイルという言葉になじみのない方は性格と置き換えてみると楽に理解できるかもしれない。それではライフスタイルの軸となっている3つの要素を紹介しよう。 ライフスタイルの要素一自己概念私は前向きである私は孤独であるというような自分の現状について持っている信念のことライフスタイルの要素二世界像人生はうまくいかない日本は最悪な国だ私の家族は親しみやすいというような世界の現状について持っている信念のことライフスタイルの要素三自己理想私は良い母親であるべきだ私も子育てを頑張っているのだから夫は私に感謝してほしいというような自己と世界の理想について持っている信念のこと ここで陥りがちなポイントと具体的な例を押さえておこう。例えば、子供が思うように離乳食を食べてくれなかったり、夫に対してストレスのあまり暴言を吐いてしまったりするとき、多くの人は私はダメな母親妻だと感じるかもしれない。この私はダメな母親妻だというのが一自己概念に該当する。このような自己概念を持ってしまうと、いくら夫や友人がそんなことないよ。あなたはよくやってるわよ。と母親の努力や実際の能力を評価したとしても、 母親は自分の世界で周りはそう言っても私はダメな母親妻なんだというように自分を下し続けてしまうのだ。また、偽改造の部分で人生はうまくいかないというように捉えていたとしたら他者から見れば幸せだと思えるような出来事例えば夫が朝食の後片付けをしてくれる子供の遊び相手になってくれるも見えないままで自分自身の人生の価値を自分自身で下げてしまう三次子理想の部分で私は良い母親であるべきという理想があるのに 食事中に服を汚しただけで、感情的に叱りつけてしまったり、子育てを頑張っているのだから、夫は私に感謝してほしいという理想があるのに、帰宅した夫から、一方的に会社での愚痴を聞かされるばかりであれば、感謝されるどころか、余計にストレスを感じてしまうだろう。つまり、アドラーの言うことはこうだ。ライフスタイルが歪んでいるからこそ、人間関係で悩みが生じる。 そして、人の悩みはすべて、この人間関係から始まっているのだから、自分のライフスタイルが歪んでいないかどうかを見直すことによって、人はよりよく生きられる、というものである。子育てに悩む親は、自分や周囲世界に対して、こうあるべきこうでなければならないという思いが強い傾向にある。また、このような傾向を作っているのは、いわゆる育児本と呼ばれているものであることが多い。ライフスタイルの要素一自己概念ライフスタイルの要素二世界像ライフスタイルの要素。三自己理想。 三歪んだライフスタイルを作り上げる犯人は、育児本。現在、天才を育てるには、子供を東大に人行かせた、ママの育児のように、自分の子供を秀才に仕上げたいという、親自分の子供は成功するべき、自分の子供は自分よりも良い人生を歩まなければならない、などの歪んだライフスタイルを持つ親による、育児本が数多く出版されていて、しかも、それらはまずまずの売り上げを誇っている。 このような事実から見えてくるのは、世の中の親は、やはり自分の子供に対して、自分のライフスタイルを投影させてしまっているという事実である。秀才になってほしい、東大に入ってほしいというのは、親ができなかったことを実現させるためであったり、親が実際にその道を歩んできて、子供にも自分と同じようになってほしいという歪んだライフスタイルによるものであることが多い。また、このような歪んだライフスタイルの原因となるのは、 育児本だけではない。親が自ら歩んできた道のり、親が自分の親から受けてきた教育もまた、意識無意識に関わらず、自分だけの人生であるはずのものを、親の影響によって、歪められているライフスタイルの要因になっているのである。4親が子供の課題に踏み込むから叱ってしまう。課題の分離を実行してみよう。では、このような歪んだライフスタイルを、アドラー心理学をもとに、健康的なものにするためには、どうしたらよいのだろうか。例を挙げながら考えてみよう。 例えば、もう寝る時間になって、あなたの子供が部屋を片付けずに、電車のおもちゃや、お絵かきに使ったクレヨンなどを出しっぱなしにしたままベッドに向かおうとしている。こんな時、あなたならどうするだろうか。寝ようとしている子供を大きな声で呼びつけて、待ちなさい。これは誰が片付けるのこら、また出しっぱなしにして、本当にだらしない。いらないなら、捨てちゃうわよ。このように、語気を荒げて、叱りつけてはいないだろうか。 アドラー心理学では、これを課題の分離という言葉を使って、人間関係を悪化させるものであると説明している。人間には、一人一人に課題がある。例えば、上記の例ならば、おもちゃを片付けることは、子供の課題であって、親の課題ではない。なぜならば、片付けなかったことによっておもちゃがなくなり、損失を受けるのは、子供だからである。しかし、親は子供の課題であるにもかかわらず、さも自分の課題であるかのように感じているため、叱りつけるのである。 この状態では、課題の分離は行われていないということになる。課題の分離ができている人間関係ならば、先ほどの例は、以下のようになるだろう。子供がおもちゃを片付けずに寝ようとした時は、何も言わずに、親の課題ではないのだから、そのままにしておく。翌朝、散らかっている部屋を見てうんざりしたり、遊ぼうと思ったら、片付けなかったことが原因で、大好きなお気に入りのおもちゃがなくなっていれば、 子供は、その時に、自分の課題に向き合うことになるのだ。あの時片付けていればよかった寝る前に片付けないと、後で大変なんだということを、子供は身をもって体験するだろう。アドラーは、人間関係の問題のほとんどは、人の課題に、他者が土足で踏み込んだ時に起こるものだと考えた。課題の分離とは、人の課題に、土足で踏み込むことであり、それをアドラーは大変に嫌った。あなたは子供の課題に、土足で踏み込んではいないだろうか。 子育ては、親が主導権を握って当然だと思い、しなさいかけるかけるしないと、怒るわよ、などと命令したり、脅迫したりはしていないだろうか。このような言い方をするとき、話しては、大抵課題の分離ができていないのである。しかし、この課題の分離においては、重要なポイントがある。それは、子供が助けを求めたときには、全力で助けるということである。課題の分離は、親と子を完全に切り離すドライなものではない。 もしも子供がどうしたら、上手に片付けられるのかわからないと、親に相談してきた助けを求めてきた時には、全力で助けてあげなければならない。それは、片付け術を一緒に探すことなのかもしれないし、一緒にいろいろな片付け方を試してみることかもしれない。いずれにしても一緒にすることで、あなたに関心があるあなたが求めるならば、いつでも助ける準備はできているということを、子供に伝えることが最も大切なのだ。 子供が助けを求めているにもかかわらず、私は課題の分離を実行しているところなのだから、一切手伝わないという姿勢は、アドラー心理学的には間違っていると言える。あなたが今、子供が自分で向き合わなければならない課題に対して、感情的に叱り、かつ命令しているのなら、今日からそれをやめてみてほしい。これは、ママパパの問題ではなくて、あなたの問題だから、自分で一番いいと思う方法を考えてみればいいと思う。ただ、もし困ったら、いつでも相談に乗るよ。 と伝えてみて、あなたの子供が自分自身の課題に取り組むのを一線を引いて、しかし関心を持って見守ってほしい。子供はきっと試行錯誤するだろう。時にはうまくいかなくてイライラするかもしれない。でも、あなたの子供を信じて課題の分離を実行してみたとき、あなたの子供はきっと叱られて言われたことを実行するよりも多くのものを得ることができるはずである。ご怒りという感情は二次的なもの。 ここで子育てから少し離れて考えてみよう。最近あなたはどんなことで怒りを感じただろうか。そして、その怒りの感情を表に出して、相手に伝えたとき、あなたは本心では何を求めていただろうか。もしもあなたが毎晩のように、深夜0時を過ぎて、帰宅する夫に、毎晩毎晩いい加減にしてよ。たまには早く帰れないの、と怒りの感情をぶつけたとしよう。そのとき、本心でもいい加減にして、早く帰れないのかと思っているだろうか。 たまには早く帰ってきて、私の話を聞いて欲しい仕事ばかりで、体を壊すんじゃないかと、心配という寂し、逆悲しみという怒りとは、また別の感情を持ってないだろうか。アドラーは、怒りの感情について、他の感情とは異なる特別な要素を持ったものだと指摘している。なぜならば、怒りは他の感情に比べて、対人関係の中で生ずることがとても多い感情で、二次感情、つまり、ある感情があって、その次に生じてくる感情であるとしている。 上の例で言えば分かりにくいと思うので、これも例を挙げて説明しよう。例えば、校内でクラスメートを傷つけたという件で、あなたが子供の学校に呼び出されたとする、教員や被害者の学生、その家族に謝罪をして、一緒に帰宅をした直後、どうしてそんなに問題ばかり起こすのと、怒りと共に子供を叱りつけたとしよう。この時、楽胆私の子育ては、間違っていたのかしら。心配このまま素行の悪い子になってしまったらどうしよう。 悲しみこの子が、ひどい噂を流されたらどうしよう。傷つききっと、この子も何か心に問題を抱えていたのに、私は気づいてあげられなかった、などの一時感情が先にあり、それを表現するときに、二次感情である怒りになってしまったのである。アドラーは人間関係において、この二次感情である怒りでやりとりすることで、すれ違いが生じ、トラブルが起こると考えていた。 怒りと共に感情を伝えられると、相手も感情的になって、怒りで返してしまい、結局、建設的な人間関係には発展しない。アドラーは、このような二次感情でやり取りをするのではなく、一次感情でやり取りをすることで、人間関係の問題は解消すると考えた。例えば上の例であれば、子供に対して伝えるのは一時的感情。すなわち、あなたが何か悩んでいたかもしれないのに、気づいてあげられなくて、私は傷ついているということを、子供に伝えるのだ。 怒りは伝染し、相手にも怒りの感情を持たせてしまうという、独特の効果を持っている。だからこそ、一時感情である、傷つき落胆心配悲しみ心配といった感情を、もっと大切にすべきなのだ。アドラーはまた、怒りで人をコントロールすることが、非常に危険で愚かなことだと考えた。その理由については、自称で述べる。6健全な親子関係は、縦ではなく、横。あなたは外食時、こんな人を見たことがないだろうか。 注文していた料理が、後から来店した客の方に早く運ばれて、自分の元に運ばれてこないとき、ふざけるな。客をなんだと思ってるんだ。責任者を呼べ。というように、大声で怒り、怒鳴りつける客。もちろん、自分が同じ状況にあれば、憤き通りは感じるかもしれない。しかし、このように店員を怒鳴りつける客の心理を、アドラーは以下のように分析する。怒りは、人をコントロールし、自分の意のままに相手を動かすための最も安易で、幼稚な手段であると、 自由に言葉を操ることができて、自分の感情も、相手にどうして欲しいのかも、自分自身の言葉で説明することができるはずなのに、怒りという便利な感情を使うことで、それらの説明から逃げているというのだ。つまり、すみません。先ほど注文した料理、私の方が、あの方よりも先に注文していたので、こちらに早く運ばれるはずだと思うのですが、一度確認をしていただけますかといえば、店員は急いで客のために確認し、 もしかしたら、先ほどのミスを誤って、サービスにデザートをつけてくれるかもしれない。それなのに、怒りのままにふざけるな。と一言いうことで、店員の謝罪アルファを望むのは、きちんと説明するよりも、だいぶ安易でとても幼稚だということである。怒りに身を任せても、一時感情を意識して説明しても、どちらも店員の謝罪アルファはあるかもしれない。だがしかし、一緒にいた人、店員、他の客までをも不快にさせる怒りの言動は、果たして本当に必要なのだろうか。 この店員と、客の関係をそのまま親子関係に置き換えてみよう。早くお風呂に入って休んで欲しいのに、だらだらとテレビを見続けて、なかなかお風呂に入らない子供、親なら、早く入りなさいって、何度も言ってるでしょどうしてわからないのと、どなる、よくある光景だろう。でも、ちょっと待って欲しい。いつあなたは客上の立場になったのだろう。苦労して産んだから。 お金と時間をかけて育児してきたから、子供はあなたの言うことを聞く義務があるのだろうか。アドラーは、店員客の人間関係も、親子の人間関係も、あらゆる人間関係を縦ではなく横であるべきだと考えた。 縦の関係にあると思うからこそ、安易で幼稚な怒りという感情を使って、人は人を自分の意のままに動かそうとする。しかし、本来の人間関係は横なのだ。あなたが産んだ子供を、あなたが育てるのは、あなたが選択した結果なのだ。仮に誰かに勧められて結婚して、誰かに勧められて産んだのだとしても、それを選択したのは、結局、あなたなのだ。だからこそ、自分の人生には、責任を持つ必要がある。 個々がその責任を持っているからこそ、人間関係は縦になるはずがないのである。 みんな平等に自分の人生を選択しているからである。先ほどの客と店員の例もそうである。自分が優位で相手を見下している盾の人間関係だから怒鳴りつける親子関係もそうだ。自分が優位だと心のどこかで親は思っているはずなのだ。横の人間関係を作ることができればあなたは自然と叱って育てる子育てからは卒業できるはずである。7横の人間関係を築くための4つのガイドライン。 強い動物が弱い動物を威嚇して、マウンティングをするように、人間もまたマウンティングを好む。私の方が優位だ。私の方があなたより権力がある。私の言うことを聞いていれば、間違いない。私の言うことは正しくて、あなたの言うことは間違っている。こんな風に直接思うことは少なくても、心の奥底では、誰しもがこんな気持ちを持っているだろう。 このような感情を、アドラーは支配と呼び、横の人間関係を難しくするものだとした。では、横の人間関係を築くためには、何が必要なのだろうか。アドラーは、良い人間関係を築くために、四つのガイドラインを設け、常に意識するように心がけた。以下に四つのガイドラインを説明していこう。一信頼いつも相手の言動の背景にある善意を見つけようとする。根拠を求めずに、無条件に信じる気持ちを持つ。 に尊敬人々の間にある、年齢、性別、趣味思考、職業、社会的地位などの違いを認め、礼節を持って接する。三共感相手が感じていること、相手が抱いている、もしくは抱くかもしれない感情などに、関心を持つ、四協力目標に向けて、相手と合意できたならば、相手と共に、問題解決に向けて努力する。信頼は、相手がたとえあなたを裏切るようなことをしても、その人の人格を認め続けなければいけない。 子供に説明をして、また再びお風呂になかなか入らない、ということがあったとしても、いつか分かってくれる、この子を信じるという気持ちが大切なのだ。尊敬は何も相手を上に見るということではない。あくまでも横に見て、相手との距離を一定に保ち、自分自身が怒りを伴わずに、冷静な態度で接するということが必要だ。共感は相手を信頼することから始まる。相手を信頼し、相手がこのように言われたら、もしも自分が相手だったなら、 というように、相手の内側から物事を感じるのだ。私が子供だったなら、こんな風に命令されてばかりな状況をどう思うだろう。こう捉えることができたなら、あなたは今日から子供を感情のままに叱りつけることはできないだろう。協力は支配の反対側にあるものだ。横の関係にあるからこそ、協力すべき相手には、感情のままに叱りつけることはしないだろう。相手を競争相手ではなく、目下の存在でもなく、仲間として見たとき、初めて横の人間関係、そして親子関係が、 気づけるのだ。一信頼二尊敬。三教官。四協力。後書き。アドラーは論文を学会で発表して、その地位の向上に努めるような、一般的な心理学者と違って、常に実践を心がけていた。時間があれば、街中へ出向き、弟子たちに会い、そのアドラー心理学の普及に努めた。そんなアドラーだからこそ、アドラー本人による著書は、非常に少なく心理学者には、稀なことである。 学会での発表も、その知名度に比べると少ない。では、どうしてアドラー心理学が世に広まったのか。それは、その弟子たちが語り継いだことによるものだ。アドラー自身が、横の人間関係を極めたからこそ、弟子たちは、アドラーから尊敬され、信頼されていることを実感していた。だからこそ、弟子たちはアドラーに貢献することを、自ら選んだのだ。子育てに悩む親なら、本書を読んで、ドキッとした箇所があったと思う。でも、それでいいのだ。 そのドキッキクのきっかけに自分のライフスタイルを見直してみてほしい。あなたはあなたが思うような人間か。あなたの周りはあなたが思うように最低なのか。今日もしも子供を叱ろうとしたなら、その時ふと思い出してほしい。あなたは子供の課題に土足で踏み込んではいないかあなたが叱りつけようとしていることで結局不利益を被るのはあなたではなく子供ではないかもしそうならあなたが叱ることは不適切である。 子供は任せられれば、十分に自分自身で学習する。失敗しても、あなたが子供を信頼していれば、子供は必ず自分で成功する方法を見つけるだろう。もしも、あなたが今日、子供を感情的に叱ってしまったなら、その時、自分が優位であると思ったことを実感してほしい。そして、その関係は、縦の関係であり、何も生み出さない、誰も幸福にならない関係であることを思い出してほしい。子供を信頼し、子供を一人の十分な能力を持った人間として尊敬し、 子供の今の立場に共感したら、子供が助けを求めてきた時、全力で助けてあげてほしい。子育てにおいて、叱るという行為は、毎日のように各家庭で行われているだろう。だがしかし、今日からは、あなたがその行動を変えるのだ。変わりつつあるあなたを、子供はきっと今よりも信頼し、尊敬し、共感し、協力するだろう。 親子関係はその時、感動するほど変化することができる。その日を信じて、あなたが本書にある、アドラー心理学を、アドラー自身がそうしたように実践することを願っている。